ベロゼルスクの聖堂セルゲイ・プロクジンゴルスキー撮影。1909年。ベロゼルスクは、ロシア北部のボログダ州にある町。1777年までは、ベローゼロと呼ばれていた。ベロエコの南岸にあり、町の古名はここから取られた。人口は1975人。ベローゼロ広告を、三少年代記への書室は862年と、ロシアでも古く、 スタラヤなどが、ノブゴロド、ポロック、ロストフと並ぶルーシサイコの町の一つである。11世紀、ベローゼロは、まだフィンウゴルゴ族の人々が、主な住民であり、キリスト教の受け入れを厳しく拒んでいた。1071年に、地元の宗教の僧侶たちが反乱を起こしたが、キエフ大公国の将軍、ヤンビシャ基地の戦いにより鎮圧された。元初年代はこの戦いについて、 戦死した僧侶たちの死体は多くの木から吊るされ、彼らが聖なる生き物と崇拝していた熊によりバラバラに引き裂かれてしまったという。ベローゼロは1238年から1370年までの間、ベローゼロ公国という小さな国の都であり、公益や工芸の中心であったが、モスクワ大公国へと併合された。1352年には疫病が襲ったため、 1> 西1 7トル離れた現在地に移っている。15世紀以降は、モスクワ大公国の北の守りの拠点として重視され、イヴァン三世は堅固な要塞を築いた。また、ロシア中心部から八海への交易路として、物や人が行き交い、15世紀から16世紀にかけては、最盛期を迎えた。しかし交易路が、北ドビナ川を経由して、 アルハンゲリスク方面へ向かうものに移ったため、ベローゼロは次第に衰退し、大動乱期にはポーランド軍などの攻撃を受けたため衰退に白車がかかった。1552年に建設された聖神助修神大聖堂を、1668年に建設された旧聖主大聖堂を、1690年に建てられた木造の聖イリア聖堂は現在もベロゼルスクに残る。 また近郊には、古い修道院も多く、キリロベロゼルスキー修道院やフェラボントフ修道院などがある。ありがとうございます。